そうだからそんな3人がですね、あのワイルドサイバーゲームス2024という、まあ、イベント、今回の、ストリートファイター6でのイベントになったという、今回は、みんな日韓米の選手3人ずつがそれぞれ、韓国に赴いて 3on3 戦うと。でそのルールは大体ストリートファイターリーグから持ってきておりますみたいな。そうだね、なんか似てたね、去年のルールと似たような感じです、うん、俺も眠気がねすごくて、いやあれね、でもしょうがなかったんだよね、うん、やっぱあんだけのさ渡航するイベントだから割と前からスケジュールを決めとかないといけないっていうので、うん、話が来た段階だと、いやこれ可能性として当日深夜便で入らなきゃいけませんってなって、うん、下手すりゃ僕らも そうなる可能性あったんだったっすからね。孫さんが引いてしまって、まあね、で深夜の2時から2時の便で韓国に向かって、うん、クッパさんがねもう空港でスタンバってすぐらいだから、うん、電話したら、うん、あの出なくて、あこいつ寝てるわと思ったら電話かかってきて、今起きましたよとか言って、じゃあもう間に合わないから俺タクシーで向かうからいいよって言ったら、空港の駐車場いますよとか言って、駐車場で寝てスタンバっててくれたらしい、 ありがたい。今回そう日本勢の、うん、なんていうの、そういうアテンドとか、そうアテンド、はい、アテンドですね、アテンドしていただいたのがクッパさんっていう方で、ここは本当にもう20年来ぐらいですね。今回びっくりしたのがアメリカの通訳の人、日本語超うまくなかった。あ、うまかったっていうかクッパさんよりうまくなかったね。でそれをクッパさんに言うと、あいつはゲームの専門用語わかんないからちなみにゲームはあのクッパさんよりリリー使いなんだけどうまかったあの PR バルログの元ルームメイトらしい、うん、らしいね。へえ、あそうなんすか。 PR バルログとロムと一緒に住んでて、ルームメイト、そうで、そうなんかクッパさんがちょっとあの観光行けたじゃん、うん、でクッパさんがこれうまいんだからって言ったおまんじゅう、うん、あれベビーカステラみたいですね。そう、はい、あれまあ美味しかったじゃん。まあまあ美味しかった、うん、でみんな満足してたんだけど、あの通訳の人が美味しいもんありますって言って、その次だよベビーカステラ食べた後に今度揚げパン、うん、買ってくれたじゃん。あれ超美味しくて、めちゃくちゃあれめちゃくちゃ美味しかったじゃん。めっちゃうまい。てかもうガチ君気に入りすぎて2つ作った。食いしん坊みたいだと、そうクッパさんのベビーカステラ、はい、ちょっと残っちゃったあれ気まずかったよね。あれは本当に気まずかった。だってそのあの揚げパンはもう大人気でなくなっちゃってたの。なんなら2個食べる人もいるぐらい。いやだから残ってたの、あそれ余ってますっつってガチがもらってたりとか。そうそうそう、売り切れ。あのだってクッパさんがのベビーカステラ買うところ見てないでしょ、すごいみんなにちょっとびっくりさせてやろうみたいな感じでもうねこそこそ通ったんですよ、ベビーカステラを、これうまいんだからとか言って、うまいんだからって。でもあの揚げパンはね、本当にびっくりしましたね。揚げパン美味しかったね。あれね、なんかその食感がふわふわしてて、うん、味付けがもう揚げパンだよね、あの給食の。揚げパンってやっぱりいろんなところにあるんだな。うん、あれうまかったな。あれちょっとやわらかいそうだったな。懐かしい味だった。めっちゃ美味しかったな、あれ。美味しかった。まあ食もね、いろいろ。驚かそうとしてたんだ。こそこそこそ。そうそう。あれは超、なんかもう、とっておきの一品ですみたいな感じだったんだけど。うん、まあちょっと揚げパンに軍配は。最後あのクッパさんの車の運転席の後ろのここに置いてあったっすかね。ビニールに入って、あこれあれやと思って。あの残りだっつって。そうゴミになっとるっつって。でも韓国面白かったね。うん。面白かった。いやでもやってあとはね印象的だったのはやっぱパンク強かったね。強い。あれは強いわ。うん。いや野試合俺今回ねスト6初めて対戦したの実は。パンク？うん。あオンラインとかも含めて。やってなかったの。マジで。やったんだけど、なんかボットとやってるみたいだった。あ、そう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 。なんか上手い人。プレイが正確というか。うん、今回のこのゲーム性だと、やっぱよりそういうプレイができるのかな。5の後期はなんかそんな感じあんまりなかったんだけど、今回の6は本当になんだろう ね、高レベル CPU とかがボットとやってる感じがあったから。なんか反られてるなって感じがする。いやする。しかもあっちはそんなに難しいことしてないし、ね、そう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 、涼しい顔してやっとるじゃないですか。でさ、スト6あるあるなんだけどさ、相手がドライブラッシュとか使ったりとかさ、うん、ガンガン来るときってこっちも熱くなってさ、うん、ちょっとなんか早い展開になるじゃん、はい、パンクとの試合全くなんない。あ、そう。なんか俺だけ熱くなってるっていうそんな感じになってたな。フィジカルっていうかシンプルにやっぱなんか狙いとか、うんうん、なんかゲームうまいなって感じしたけどね。そうだね。結局その大会でもまず韓国とアメリカがやって、で先方中堅は一勝一敗だったのかな、うん、そうだね。で大将がパンク対アンペラになって、うん、まあ、パンクがまあお得意の展開というか、そうだね、うん、まあなんか勝てそうな展開にもなったんだけど、パンクが自分のプレー取り戻して終わったみたいな感じだったね、うんうん、
で日米対決か、うん、日米対決はその中まあ先方中堅がまあちょっと分かる確かにそう、あそこ読み合いがねすごかったんだから、読み合いとかじゃんけんだよね、そう、まあまあね、で向こうはデュアルケビンネフィーパンクっていうメンツで、まあパンクが大将だろうと、うん、大将だけ20点なんですよ、ポイント倍なんで大将はパンクで、でデュアルケビンかネフィー孫がやっぱラシード戦の方が全然いけるし、うん、ジュリセもあんまやってないから、そうデュアルケビンがいいって言うから、デュアルケビンとネフィーで、まあデュアルケビンの方が若そうだし、うん、実際若いのかな、あれはね28歳って言ってたよデュアルケビン、うん、だから一応ネフィーの方が若いんじゃない、ネフィーも若そうだな、うん、ネフィーの方が若いんじゃないかな、なんかその若い読みで俺らジュアルケビン先方っぽいよねみたいなので、うん、マモさん言ってもらったんだけど、やっぱネフィーの方が若かったでネフィー同キャラじゃやだなと思ってたんだけど、ちゃんとネフィーでうわマジかよっつってガンショラレ、あれはショラレだねガンショラレ、もう何が何だかもう分かんなくなっちゃって、うん、でその韓国戦でも、相手がエネルだ、エネルだ、もうこれもガンショラレ、俺何しに来たんだっつって思って急いで寝たよ、寝たっすね、これやばいなと思って、これちょっと今睡眠とって回復させないとまずいなっつって、そうハイタニ対ジャスティンやってる間僕らは時間あったんで、しかもちょうどハイタニが時間稼いでてくれたらしい、あ、ね、そういう展開に展開してくれたらしい、なったんだ、そう真帆さんは寝てました、うん、で俺はね、しかも真帆さんすごいのが韓国のあのファッションの方メイクさんね、そうメイクさん、メイクさんね、あれねやっぱすごいみたいなんですよ、うん、日本のメイクさんに聞いても、うん、韓国はそういうメイクだとか、うん、あとは なんかそのビデオ作成とか、だからショービジネスに対してやっぱそのモチベーション高い、うん、でもう超時間もかけて、ね、うん、なかなか帰らせてくれないとか、はい、時間も取ってくるし、うん、で孫さんに髪が崩れるから、うん、もう横になんないでくださいと、うん、で孫さんもなんかこんな姿勢で、すごいすじゃあ横になれたんだけど、うん、横にならずになんかこんな姿勢で寝てて、じゃあ最初、まあ、みんな同じタイミングでメイクするじゃん、うん、でしてやったら俺だけ時間かかってたのよ、はいはい、で時間かかって変だなと思って、次のリハーサルの前まで俺はもうちょっと時間あるから寝てたの、うん、ソファーでこうやって横になりながらこうやって寝てたんだけど、そうそう、はい、したらリハーサルちょっと前に呼び出しくらって、孫さんまだメイクがあるみたいです、えでも他の人呼ばれてないし何で俺だけ、うん、みたいな感じで言ったら、直しがあるって、そう直しやって、あのソファーでぺったんこになるように寝ないでくださいって分かりましたって、でその後にまた本番前に呼ばれてつって、うん、俺だけメイクなしが3回ぐらいあって最終的にはさ、そのメイクさん帰るんだけど日本語話せる人に通訳頼んで、髪ぺったんこにならないように寝ないでくださいとか言ってそこまで頼まれて、謎の日本語喋れる人いたよね、そうそう、女性の方に頼まれてメイクさんが何か言ってましたっつって最後まで、ね、そこまで言うんだったらっつって、だからもうそのソファーで横になって寝ること禁じられたからこうやって寝てたんだよ、そうそう、よくあれで、うん、あれでちゃんと寝てたよね、いやずっと1時間ぐらい、うん、で復活して、うん、ネフィーにね、そう一発ネフィーで、で多分我々まあなんとか抜けれたんですよ、うん、3組で1位と2位はもう1回最後に直接採決できるってことで、うん、はい、最後ガチ君がしっかりアンペラ、うん、倒してくれ、ね、締めてくれたから、うん、でそれでまあ最後に決勝戦でまたアメリカチームであるんだけど、じゃあ俺がもうパンクに負けてしょられてきついで、うん、デュアルケビンかネフィーどっちがいいって言われて、うん、で孫さんはもう、もう俺死にたいだから俺を捨て駒に使ってくれって、うん、で嫌な方どっちって言ったら、まあ、ネフィーとデュアルケビンだったらネフィーの方が嫌ですねって言って、じゃあ俺がネフィーを受け入れようっつって、まあ、それも別に選べるわけじゃないんだけど、ね、読み合いなんだけど、どうせ順番変えてこねえなっていうちょっと読みもあって、うんうん、でもネフィーにしっかり勝って、しっかりネフィー、うん、でもそしたら何か勝って、で結果的にそれで決定戦までいったからね、うん、そうだね、うん、2人が勝ってくれたんだけどそうパンクにはいやでも強かったよ、うん、でもね俺思ったけどやっぱパンクは時々対戦してる時はちょっとおかしいね、なんか最後らへん結構わちゃったね、うん、プレーの精細さはないね、うん、なんかそのいつも背負ってやろうっていう感じのプレースタイルするんだけど、うん、多分時々と同じくらいのプレイのレベルの人相手でも多分そういう風にするんだけど、うん、時々相手に対してはやっぱちょっとプレーがちょっとなんかねちょっと崩れるというか、インパクトのとのコンボなんかすごいミス取ったし、うん、ね、そう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 、あれはあるなっていう、でもそれでもやっぱうまかったからね、うん、結果的にあともうちょっと勝ちまでいったんだけどね、ですね、うん、インパクト最後ね飛ばれてしまいましたもん、まあ、しょうがないね、いや結構なんかまあ上落とせてなかったから、あそこのイメージでやっぱ飛びやすかったのかもね、うんうん、まあそんな感じで、まあ、アメリカが今回のライバルズ1位で、うん、我々日本は2位と、そうですね、いう感じで、うん、イベントは終わって
まあその後もね、一日観光する日とか、まあ練習する日あったし、うん、飯も食えたし、いろんな経験をさせていただきました、うん、ありがとうございました。いや、よかったっすね。楽しかったですね。やっぱサムギョプサルがうまかったわ。サムギョプサル安定だったね、うん、でもあんだけやっぱ韓国行ってるけど、うん、行くたんびにね、まだまだなんか新しい経験というか、うん、というとでもあれ韓国食好きだよね。韓国食はやっぱ好きっすね、うん、ね、いろいろ。俺はサムギョプサルとビビンバとか結構そういう定番が好きなんだけど、うん、はいはい、時田も何でも好きみたいな感じ、うん、チュクミが大好きなんだけど、そう今回だからね、行けなかったんですわ、激辛を。そう、うん、韓国行って辛いもの俺一回も食べれなかったから。あ、そうなんだ。俺たちのせいで。俺らはめちゃくちゃ辛かったですよね。でも辛かった、ヒーヒーですよ。ヒーヒーだったんですけどね、辛さゼロでしたから、うん、またね、クッパさんこっちに来たりとか、僕は行く機会もあるかもしれない、うん、その時に対決したいと思います、うん、なるほどね。まあでもワールドサイバーゲームスありましたんでね、はい、っていう感じで、はい。